はい、オルガンライフです。うちの倉庫にバスドラムがありましてね。なんか弟が昔使ってたの。それ手と足、なんか分離した運動をする。そうすると、脳の活性化になるみたいなんですよね。まあそれを期待して、まあドラム、あとペダルなかったから、リサイクルで買ってきた。これで、こう踏んでますね。ドン。どんどん言いますよ。メトロノームに合わせて、なんか自分の意識がないって感じですね。なんか不思議な感じがする。なんだろう、上の空じゃないけど、自分、まあそれ当然自分で鳴らしてるんだけど、間にペダルっていう機械が入ってるから、なんか不思議な感じ。これに合わせてこの教則音通りに叩く。バスドラムの方は一定のリズム、それに合わせてこう手の方をこう変えていく。これやってみます。いきましょう。すっごく変な感覚になります。なんか、体中に力が入らなくなるんですよね。意志はある。動かそうとする意志はあるんだけど、動かない。やっぱなんか、この脳の活性化とか、そういうのに役立ちそうですね。体が動かないんですよ。単体だと動く。手だけ。こんな感じでできる。ただ、こう、手と足にすると、途端できなくなる。フォームがないと、なんかそれよりスムーズな感じがする。やっぱし合わせるのって難しいのかな。
間違えましたね。まあなんかの脳の活性化、それを期待して、まあメインは手の方だけ、ただまあ時々この足もやってみたいな、そう思ってますね。継続的にやっていく予定です。ぜひ期待してください。ではバイバイ。